キンプリヒラの使用、韓国訪問での発言が波紋、謝罪の必要性とファンの意見に分。日本のアイドルグループ、キングピンスの平野紫耀が韓国を訪れた際の発言がネット上で波紋を広げています。ファンの間では、その発言に賛否が分かれ、一部からは謝罪の声も上がっています。今回の騒動は、 平野の世界進出に向けた意気込みとともに韓国との交流において理解不足が露呈した形となりました。それでは具体的な発言や反応を見ていきましょう。発端となった発言。3月18日に放送されたキングプリンスル。 での韓国ロケで平野紫耀は中国語でシャシャなどの挨拶をし、その後のクイズ企画で韓国に対する知識不足が露呈しました。特に、首都を、パク、と予想する一幕が大きな波紋を呼び起こしました。これに対し、ネット上では厳しい意見が相次ぎ、韓国の主要新聞やエンタメ情報サイトも、この一件を取り上げ、批判の声が広がっています。ファンの反応。 一方で、この騒動に対してはファンの間でも賛否が分かれています。一部のファンからは平野に対する理解を示す意見もあり、学がないだけで悪気はない、ただの知識不足であっても、いや感発言と誤解されているのはかわいそうだ、との用語の声が上がっています。しかし、他方では冗談にしても人を知らないのは問題。 韓国をバカにする意図があったかは別にして、謝罪は必要、といった厳しい意見も根強く存在しています。メディアの報道と批評。韓国の主要新聞やエンタメ情報サイトは、この一件を大きく取り上げ、平野の発言に対する批判を伝えています。報道によれば、韓国のネットユーザーからは、失礼すぎる、無礼だ。二度と韓国に来るな。 といった厳しいコメントが相次いでおり、一部では謝罪の必要性が叫ばれています。特にアイドルグループのメンバーとして世界進出を目指す中で、これほどの知識不足は避けるべきだったとの意見が根強くあります。ファンからの擁護意見。一方で、ファンからは平野に対する理解を示す声も聞かれます。 彼の発言が単なる知識不足であるとする意見が一部であり、学がないだけで、韓国を馬鹿にする意図はない、悪気があって言っているわけではない、とのファンの用語コメントも見受けられます。また、一部は番組スタッフの編集責任についても言及し、番組がこれを編集せずに放送したことが問題、とする意見も存在しています。 平野の仕様の韓国訪問での発言が波紋を広げています。世界進出を目指すアイドルグループの一員として、韓国に対する知識不足は避けるべきであり、発言には慎重さが求められます。ファンの中には平野を擁護する声もあれば、謝罪の必要性を訴える意見も根強く存在しています。今後の対応次第では、 彼のイメージやグループ全体に影響を与える可能性も考えられます。